どうも、マッシュです。本日はですね、2020年の1月の4日になります。この日はですね、なんと僕の初めてのオフ会の日になっております。いやーね、もう外にはですね、もう30人ぐらいかな、待っててくれる人たちがいてね、いや、本当にありがたいです。ありがとうございます。いや、もうざっくりなんですけども、まあなんか様子をね、配信していこうかなと思うんで、今日どんなものを持ってきたかね、ちょっと見ていきたいと思います。まずね、これ。ちょっと売るのめちゃめちゃ嫌なんですけども、ジョーカーのジャケットですね。まあ、本当に欲しいっていう人がいたら、まあ、売ろうかなと思ってます。そしてですね、これ、クリスマスプレゼントのね、当選者にあげる、ノースウェーブのスニーカーですね。そしてここですね。ここのコーナーが僕が以前作ったね、カスタムのスニーカーコーナーですね。あとちょっと変わりだね。ゼブラのスリッパとかね。あとは可愛い、なんか僕が昔から集めてた、なんかワッペンとかね。こんなの置いてあります。いや、アパレルですよ。アパレルのコーナーが結構ね、力入れちゃいましたね。まず、純也渡辺のセットアップですね、これ。アクアスキュータムのコート、これ、7000円です。レザーのジャケット、この辺もね、3万とか、4万とか多分すると思うんですけども、これもね、1万ちょいぐらいで出してます。そして、この辺も面白いかな。クランプのジャケット。この辺とかは、軍物のね、フード付きのジャケットっすね。これも5000円ぐらいで出してます。かなり。安いんじゃないですかね。あとね、ギャルソンのね、オウムのラインのパンツとか、もうこんなのもね、ちょっと出しちゃおうかなと思います。あと、一押しで言うとどこだろうなぁ。まあ、この辺もね、結構面白いのあるんですけど、あとここ、動画とかで、買ったやつとかもちょっとずつ出そうかなと思って、結構問い合わせが多かったクージーのコートとか、あと、LINE ライブで出してくれって言われたんでね、これ、バーバリーのコートも出してます。もう買った時のね、値段よりだいぶ安くつけてますね、これは。これも、フリマで買ったやつですね。まあ、なんかやっぱりちょっと面白いの入れといた方がいいかなと思ってちょっと持ってきました。これもね5000円で出してます。ヴィンテージのショップで買おうと思ったらね2万ぐらいしますよ。あとペレペレのねデニムのジャケットだったりとか、あとこの辺とかもボア付きのね軍物のレザーのジャケット、これも1万ちょいとかで出そうかなと思ってます。結構ねいいやつ揃えてますよ。でこの辺がまあレーシング系だったりとか、ちょっと面白いねフリースなんかも入れてますね。あと僕がねよくね私生活で着てるゲスのフリースとかもねちょっと持ってきました。いやーほんと楽しんでもらえればね嬉しいですね。ほんともうそろそろね開店の時間なんでね、お客さん迎え入れたいと思います。ありがとうサイズはね26センチ。じゃあ1円からスタートで1001円。おお1400 1500 1600 1655円。おお、いいね。666落札。悪魔の数字叫んだんでもう思わず落札にしちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかフラットになんかフリートークしていこうかなみたいな、うん、全然もう古着好きになったきっかけとかって、うん、ああなるほど。いやでもまあやっぱ安いから、安いプラスなんかリメイクするのが昔が好きで、で安いの買ってリメイクしてるうちになんかどんどんのめり込んでみたいな。彼女さんいますか？あそうだ、彼女さん、ね、それ聞くと思ったんだ。あ彼女ね、彼女多いからねコメントで。ちょっとごめん数えていい？ゼロです。どうも、マッシュです。僕は今ですね、オフ会をやっているんですけども、オフ会の企画の一つでですね、公開収録をしようっていうね、コーナーがあるんですよ。で、そのコーナーをね、ちょっと今撮影しております。その企画の内容がですね、このオフ会を手伝ってくれたね、僕の友人を、今ね、残ったこの服を使って、こう、おしゃれにコーディネートしていこうかなと思っております。はい、ということでですね、僕の友人にちょっと来てもらいます。どうぞ。どうも、0.5 です。0.5 って言います。まあ、ちょっとね、不思議な名前してると思うんですけどもちょっと見てもらうと分かる通り若干綾野剛に似てるんですよ。 0.5% だけ綾野剛に似てるから綾野 0.5 ってあだ名をつけてからずっと 0.5 って呼んでます。7番。はい。アクアスキュータムのコート当選しました。おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ大事に使ってやってください、はい、ありがとうございます。これにしようかな。決めました。いきます。ふっ45番45。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。
27とかだから履ける。わー、はい、おめでとうございます。いやー、よかったね。はい、ということで18時ようやく閉店しました。いや、初のねフリマオフ会だったんですけども、もう一瞬でねフリマのアイテムまで売れちゃいましたね。ほんと1ラック分ぐらいだけしか今は残ってないです。次からはちょっと大きめのキャパでやろうかなと思います。ちょっとねパンパンでね選びづらかったかなとは思ったんで、ちょっと次回その辺はね改善しようかなと思います。次回ちょっと夏前ぐらいにねフリマイベントもう一回やろうかなと思いますんで、なんかこういうの欲しいよとか、こういうアイテム置いといてくださいっていうのがあればね、ぜひぜひコメントしてみてください。そういうアイテムをね家から持ってくるんで、この動画が良ければチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。なんかフリマの様子なんかもねインスタに上げようと思いますので、そちらも合わせてぜひねご覧ください。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。